皆さん、タグの付きって食べたことあります？めっちゃ美味しいのよね。ちなみにね、冷蔵庫でキンキンに冷やしておきました。タグの付きはね、冷やすとめっちゃ美味しいですよ。じゃあ、ちょっと一口。たまらんき。こんにちは、こんばんは、ゆみチャンネルでございます。皆様、またまたペヤングからとんでもない商品が登場しました。それがこちらになります。ペヤング焼きそば、カツジュー風。というわけでですね、こちらは埼玉、群馬を中心に展開しているスーパーマーケットのベルクとペヤングのコラボ商品になります。焼きそばなのにカツジュー風ってこれどんな感じなんでしょうね。というわけで明日の21時からの配信で食べてみようと思いますので、ぜひ皆様遊びに来てください。よろしくお願いします。皆さん、ガツンとアップルパイはもう食べましたか？ガツンとアップルパイはガリガリ君で有名な赤城乳業さんから出ているガツンとみかんから派生した商品なんですけど、これマジでめちゃくちゃ美味しいです。結構ね、品切れ続出というかもう売り切れちゃってるとこ多いみたいなんですけど、見かけたらね、絶対買って食べた方がいい。マジでめちゃくちゃ美味しいです。本当にね、スーパー食べてるみたい。ガツンとみかんって結構シャリシャリな感じなんですけど、すっごいしっとりで、パイ生地みたいのもね、入ってるんですよ。マジでめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ、皆さん、食べてみてください。